ピッチャピチャ戦果を拡張中なり。ことの端前で、喧嘩競争、3。全国の喧嘩競争ファンの皆様おはこんばんちは。おはこんばん。ドイツと戦争中の1907年7月から再開。700トン駆逐がすべて竣工。防護巡洋艦でスロープデッキが使用可能に。防護甲板やない防護巡やな。新技術はないはずなんで、サウスカロライナを寄港。このシリーズにおいて、1920年以前は装甲巡洋艦と防護巡洋艦、それ以降を重巡洋艦、軽巡洋艦にしてるよ。史実の海軍条約の前と後やな。特に巡洋艦の名称は国ごとに違っていて、一等二等とか高圧とか、アメリカだと偵察巡洋艦っていう種類もあるよ。イギリスだと排水量が小さくても、ベルト走行がある巡洋艦を走行中に分類したこともあるね。ややこしい。だから防護甲板じゃなくなっても、20年までは防護中って呼ぶことにしてるよ。ほい。本で8月。特になし。現存艦隊主義か。9月。戦舵の改良で潜水艦の性能が向上。10月。そういや、ハワイ沖の敵艦隊がいなくなっとる。みたいだね。前は VP のポップアップが出てたけど。どこに行ったんやろ。多分アフリカ経由かな。あ、おったわ。次で来るか。10月の沿岸襲撃は日没でカット。冬は昼が短い。輸送船を撃沈して VP882。サンフランシスコが複数機のトラブルで修理。重量管理の向上で船体の重量が減少。11月、建造中のミネアポリス級がもうすぐなんで、防護中を新規に設計。スロープデッキを採用するで。スロープデッキだと防御力は上がるけど火力は下がっちゃうよ。まだ連装砲塔は使えないしな。中心線4砲塔に詰めるだけの減速砲塔やな。デザインはこんなもんで、排水量は6000トン。これまでの防護中は14門、減速に9門が発砲できたよ。せやけど正直8000は重すぎる。装甲の強化と速度の増加、これで6000トンに収めるで。まず、主砲は中心線に4砲塔で。減速砲塔は4機やな。全部で8門、片舷6門になるね。前の防護陣は対戦艦も想定してたし、こっから先は艦隊の支援、駆逐艦の排除が主な任務になるで。せやからこんなもんでええやろ。デンバー級防護巡洋艦、排水量6000トン、速力27ノット、ベルト走行3インチ、デッキ走行1インチ、主砲6インチ8門、副砲4インチ8門、水中魚雷発射艦2機。設計費1806の2ヶ月。収益しとる700トン駆逐をヨーロッパに派遣。収益してないのもいるけど、連動はフェアになっとる。本で海戦は、ハンティントンが通商破壊艦にインターセプト。1対1でどんくらいいけるやろ。敵艦死人、機関いっぱい。ハンティントンは排水量1万トン、主砲は9インチ、副砲6インチ14門。ネームシップは前回沈んじゃったな。相手はフィルスト・ビスマルク級、8インチ6門、ベルト走行は4インチ。性能では勝っとる。そのまま突っ込むで。相手の主砲は減速5門だから、そこだけ注意かな。注意、必要ある？なさそうだね。通商破壊で連動落ちとるやろ。被弾はたったの1、命中は10発以上。9インチ砲弾が6発も当たっとる。よし、勝ったで。海戦終了。ドイツの装甲巡洋艦を撃沈。やっぱ連動低い。連動ゼロだとフェアかな。ちなみにこっちはエリートだよ。前回、艦隊戦を経験しとるからな。VP1039。艦首背負い式砲塔。飛行すると技術が来るやつ。割とよくある。設計と機構で1万以上使ったか？使ってるね。じゃあ解体はなしやな。他国は2万前後で作ってるけど、私らは最初から大きいの作ってるもんね。それな。12月。潜水艦を5隻追加しといた。海戦は敵が逃げて追いつけなかった。政府は国民の苦難も顧みず、勝利のために総力戦を望んでいる。不満度は3だから低くはないよ。軍事費と国民への配慮のバランスを取るべきやな。何も変化なし。ダメコンのトレーニングが可能に、特別トレーニングやな。14インチ砲、は、早くない？史実のオライオンが1909年寄港だから早いね。とりあえずデンバーを寄港。今1908年1月やけど、もう14インチ来ちゃったか。弩級が竣工する前に来ちゃったね。アップデートもあったしな。ちなみに史実のアメリカは今の時点で全土約20隻、弩級はまだ収益していないね。史実が多すぎやろ。
初めて14インチ砲を搭載したニューヨーク級は1911年起工だね。防護中ミネアポリス級2隻竣工。油圧式装填装置の発明で射撃精度が増加。実際はもっと前から油圧を使っているので改良ですね。機械で動かす時点でほぼ油圧を使いますので。ほう。2月建造中の防護準が竣工したんで、デンバー級を追加。戦艦に、装甲準1、防護準2で予算がギリギリ。これは戦争終わったらヤバそうやな。KC 鋼の発明で、装甲品質が増加。改良されたクルップ鋼です。ライセンス生産により製造方法は同じですが、素材の方は各国が組成を変えたりして改良していました。そういうのをまとめて KCA と呼ぶ、という感じだと思われます。基本的に装甲は自国で作りたいよね。せやな。3月。中心線5砲塔。次の戦艦はもっとでかくなるで。20反転プロペラの開発で、魚雷の性能増加。魚雷はホワイトヘッドの頃から20反転プロペラです。じゃあ改良やな。対戦機雷の発明で、対戦効率が増加。航行する船に当たらない位置に設置する機雷です。潜水艦だけ当たるようにするんやな。それか、ケーブルがついてる爆雷の前身です。なんやて？透過して搭載しているケーブルが伸びきると新艦が作動する別称機雷という兵器です。そんなんあるんか。水圧による新艦がない時代の代物です。実際のこの時代の潜水艦撃沈戦火は砲撃か体当たりだね。そういやドレッドノートも体当たりしてたわ。4月スモールチューブボイラー2を発明して機関の重量が減少。5月装甲準ができそうなんで新たに設計。あれ、中心線に配置しないの？それな、忘れてた。いや、重すぎて5砲塔は無理やった。ほんで、巡洋艦の B 砲塔はまだやし、定型のままでええかなって。巡洋艦は追いかけることも多いやろ。確かに前方の車体は定型の方が広いけど、てな感じで、サンディエゴからベルトを 0.5 インチ増やしただけのプエブロ級を設計。設計費ケチっただけじゃ。それな。スペインが係争地に関して不当な要求を押し付けてきた。交渉はするが、時間を稼いでほしい。テンションが増加。弾道試験の発明で、鉄鋼弾の貫通が増加。榴弾の弾角の品質が改善して、榴弾のダメージが増加。6月、プエブロ級装甲準を一隻寄港。装甲準サンディエゴが竣工。7月、インターセプト、解説のために自動で、敵の装甲準を撃沈。基本的に、この自動は絶対勝てると思わなければ使わない方がいいよ。絶対負ける相手でも逃げる手があるしな。8月。艦隊戦、ほい。お、艦隊が出てくるか。イギリスの艦艇が参戦。敵艦視認、スカウトは交代。戦力はアメリカ戦艦6隻、イギリス戦艦3隻、ラミリーズがいるね。この世界初のド級戦艦やな。14ノット、遅くない？速度を直接いじれば、機関速力にできるよ。ほんまや、コメントで教えてくれた人、ありがとう。これつまり14ノットの艦がおるんか。イギリスならもっとまともな艦あるやろ。最新鋭の戦艦がいるからいいじゃん。それもそうやな。HMS ラミリーズ、主砲12インチ12門。前衛艦隊と交戦開始。また逃げるんか。現存艦隊主義やな。現存艦隊主義、フリートイズビーイング。艦隊の戦力があるということそのものが敵に圧力をかけるという消極的な戦略です。ゲームの AI 特性の伸長はこれを元にしてると思われるよ。戦艦隊への信号にその、お、回答してきたな。装甲中が孤立、独立になっとる、コアにした時設定ミスっとるわ。1戦隊につきコアにできる戦隊は1つまでだよ。コアは戦列を組み分けやから直列なんやな。駆逐艦ウォークの沈没、救助を指示。また交代するが、ラミリーズを先行させる。この距離でも当たるようになったな。お互いにね。まあ、こっちは砲撃のスペシャルトレーニングが完熟しとるし、命中率が1割上がるよ。駆逐隊への信号にその、陸地をチェック。まだ大丈夫。防護中隊への信号にその。
敵の後方3隻が遅れ始めた。イギリスの14ノットの戦艦もね、さすがに14ノットは遅すぎやろ。1891年戦、ほぼ初期艦案。イリノイとモンタナも少し遅れとる。この辺は古いからね、機関は乾燥したはずなんやけど。ラミリーズが集中攻撃されとるんで少し距離を取る。オクラホマは距離を詰める。駆逐艦接近、フロッティラアタックか回避。ラミリーズは問題なさそうやな。でも敵の機関隊に追いつけないね。先頭のエルサス級は18ノットだったかな。追いかけるか分断して確実に撃破するかやな。イギリス戦艦のイレジスティブルが船体から離脱。18ノットやけど機関がいかれたな。1895年製、信頼性は低そう。駆逐が接近、交代。進路戻せ。ラミリーズだけ先行させるのもまずいな。フロッティラアタックを指示。分断して落後した船体を撃破するで。セインツの海戦だね。また懐かしい名前が出てきたな。アメリカ独立戦争の海戦やろ。敵の戦列を分断して後方を壊滅させた海戦だね。戦列艦時代ね。今の時代でこれをやっちゃうと戦闘の艦が集中的に攻撃を受けちゃうけど、今回は戦列が間延びしているし、ラミリースは拮抗配置だから右舷にも砲撃が可能で、間に入るには適してるね。その右舷の敵がどっか行ったんやけど、逃げちゃったか。敵艦2隻を包囲、1隻は北にいるよ。転打して半包囲。魚雷命中。ラミリースは北に進路を変更。敵戦艦2隻を撃破。よっしゃ、今回はちゃんとした戦艦を撃破できたな。北におる落後艦に向かうで、すでにラミリーズが砲撃中。砲弾残り5割。あれ、まだ半分やったか。反撃はないみたい。もう大破しとるか。戦艦3隻を撃破だね。多分敵の戦艦は8隻くらいやったし、半分弱ってとこか。フロッティラアタックを中止。テンダ、一応残りを追いかけるで。ああ、ダメやねこれ。時間内に追いつくのが無理だったよ。勝利、戦艦9対10、敵戦艦3隻を撃沈。駆逐艦2隻を喪失。あれ、10隻もいたんか。撃沈した戦艦は全て別艇級。12インチ砲乾燥してない。乾燥するつもりで13インチを積むのはプレイヤーだけだから。せやったな。大勝利、VP3930、維新に、大変結構。ホーンリーフ沖海戦隊命名。技術革新と新しい手法により攻撃力が増加。旧シップを発明、仮想巡洋艦で対戦が可能になるよ。割と強い。機雷が搭載可能に、次から高度しとく。12インチ砲品質ゼロ、やーっとか、14インチより遅くなるとは。本じゃ大勝利したとこで今回はここまで。だね、次回に、続きます。今回おまけはないよ。そんな、回線が長くなったしな。